おはようございます。桃チャンネルです。今日は待ちに待った桃の摘果をお送りしたいと思います。こちらは大久保桃です。はい、実がついてます。どのぐらい残しましょうか。この株で2つの予定をしてたんですけれども、思いのほかなってますね。これはどちらを残そうか。こちらかわいそうだけど2つ取ってしまいます。かわいそうです。これも形が良くないので取ってしまいます。ちょっともったいないですね。こちらにもなってますね。これは小さいので取ります。これはちょっと咲きすぎますので取ってしまいます。うわー、もったいない。こんな大きいのにね、もったいない。これを取ってこれを大きくしたいと思います。大久保すごいなってますね。うわー、ちょっともったいないかな。こんな感じでなってます。この真ん中の一番大きいのを残して、どっちだろう、元の方のがいいかな。ちょっと下落ちますよね。これ釣らないと無理ですね。迷うところ。やっぱり元の方を残しましょう。うわー、もったいない。そしてこちらですね。これはもうこれを1個残しましょう。よいしょ。ここも1個取る。これも取って、もうスペース早くなってきた。2つは無理かな。1つにしましょう。これは元の部分は小さいので取ってしまいます。この1個を残しましょう。かわいそう。これは上の方はちょっと取らせてもらって、これかなりになりますね。予定は2個の予定だったんですけども、よいしょ。よし、これでとりあえずここまでにします。また最終的な摘果も考えますけども、こんな感じで大久保はすることにします。先のもダメですね。はい、次が川中島白桃ですね。これはあんまりなってないですね。よ、これはちょっと咲きすぎるかな。釣れば大丈夫かな。ちょっと様子見ます。うわ、これは困った。先っちょはもう、うわー、いい実ですね。かわいそうだけども取っちゃいます。これを残しましょうか。はい、この下のは取っちゃいます。これを残して、こんなに慣らして大丈夫なのかな。これを取ることにします。ここに1個、ここに1個ありますね。これ取っちゃいましょう。これはちょっとなりすぎ、下のはちょっとカラスが心配なので取っちゃいます。困った。初めての摘果なんですけどもちょっと困ります。一つにする。どうしようかな。これ取っちゃおうかな。こっちを取ろう。こういう感じにします。はい、次が、はい、ヒカバ白桃になります。こちらも、あ、結構花粉ついてますね。これは大きいから残そう。取っちゃうでしょ。
よいしょ。これは思ったよりもなってます。思った以上になっている。これもこっちを取りましょう。これともうちょっと様子見てから適化することにしましょう。よいしょ。はい、これが氷川白鳳です。次、残念なお知らせです。ジャンボ白鳳が病気かカミキリムシか原因不明ですけれども、このような感じになってしまいました。丹精込めて3年間育てたんですけども、しょうがないです。自然の淘汰ですね。この後、いやちが出ないようにここの土をすべて掘り上げて土の入れ替えをして再度挑戦したいと思います。はい、次、ここは黄金桃です。黄金桃は黄色い桃になりますね。ちょっと草がいっぱいで草取りがちょっと追いつきませんでした。自然落下が多いということなんで心配でしたが、意外になってます。この一つを取って、ここは二つにした。内側の大きくなったら枝に触れてしまうんで、ここを取ります。こちらはやはり落ちてしまったんですね。あ、ここに一つありますね。ここに一つあります。そして、あ、ここにも一つある。あ、ここにもある。どれを残す。やはり日当たりのいい葉っぱがこちら多いので、こちらは取ってしまいます。はい、裏側で回ります。これを残そうかな。これは取ってしまいます。そしてここ1個、これで様子を見ましょう。はい、これが黄金桃です。次、暁ですね。これは市販されている桃が一番流通量が多い桃になります。作りやすくて味も美味しいようです。はい、桃はついて、あ、一つついてますね。これはダメですね、小さい。一番花の先が良かったんですけれども、実の付きはちょっと花粉付けが私が甘かったせいかもしれませんね。ついてません。こちらは、こちらを一つ残します。はい、これを残します。こんな感じかな。特に病気もなく、農薬を入れてないので本当に自然農法で作ってますが、とりあえず順調ですね。葉っぱの展開もいいです。はい、以上で植え付け3年目桃の摘果をお送りしました。ご視聴ありがとうございました。